鷹取町の坪坂寺では今2020体のひな人形が本堂に並ぶ恒例の大ひな曼荼羅が行われていて、遊び心いっぱいの展示が人気を集めています。仏教の教えを表す曼荼羅のように、本尊の十一面千手観音像を取り囲むひな人形、今年は東京オリンピック・パラリンピックにちなんで2020体が並べられました。大正時代の御殿びなから現代のひな人形まであり、これらは寺の信者や地元の人たちから寄贈されました。22段のひな壇にずらりと並んだ姿は圧巻の景色です。そしてこの大ひな曼荼羅、ちょっと変わった楽しみがあります。よく見ると楽器を持ったひな人形があり、こちらはトランペットなど管弦楽50奏の五人囃子です。さらにステージに見立てた御殿でマイクを握って歌うのはアイドルのおひな様、周りではファンの五人囃子たちが盛り上がっています。参拝者を楽しませるさまざまな仕掛けが用意された大ひな曼荼羅は、今月31日まで鷹取町の坪坂寺で行われています。